ナマステーチョモカです。はい、今日はですね、インドカレーを、スパイスカレーを作りたいと思います。初めてね、このナマステーな仕事が来まして、ありがたいことにこのスパイスの素を送っていただきました。 YouTube チャンネルで今日やばいやつにあったってご存知ですか？なんかインドの屋台とかを映してるチャンネルなんですけど、インドの屋台がね、どんな感じか見れて、インドに行ってる気分になれるやつなんですけど、そこのね、運営している方が北茨城で一緒で、新聞にね、一緒に写ったことあるんですけど、今回お話をいただきまして、カレーを作る運びとなりました。はい。でね、このちょっと個性的なサとかラとかファとかがあるんですけど、これを作っていきます。じゃあまずサから説明すると、サは3種類送っていただきました。こちら、これはカレーの素で、もうね、調合されているスパイスで、オニオンパウダー、トマトパウダー、ターメリック、岩塩、クミンパウダー、コリアンダー、カルダモンパウダー、ガーリック、ジンジャー、クローブ、ブラックペッパーとかもね、入ってるんで、これと野菜とかを組み合わせればすぐに作れるっていうやつです。このファはこれも調合してあるので、なんかお野菜とかにかけるとちょっとね、現地感が出ると。塩マサラファと、あとこれはね、辛いらしいです。辛いの好きな方はいいですね。パ、これは岩塩です。こっちが普通の岩塩で、こっちはブラック岩塩です。岩塩好きなんだよな。うまい。普通にお肉焼いた時もキャンプに使えますね。このブラックの方の岩塩どんな感じなんだろう。うん、燻製ラ、これはね、ラッシーの素です。これは牛乳 100ml にラッシーの素、ラ小さじ2杯を入れてよく混ぜたら、もうラッシーが出来上がると。もう結構飲んじゃった、美味しくてね。アマチャイの素、茶はもう砂糖、紅茶パウダーとかシナモンパウダーとか混ざっているので、これをね、初心者向けは牛乳 50ml に対して茶を小さじ2、インド屋台レベルだと牛乳 50ml に対して茶を小さじ3、ホットミルクでも美味しいよって、冷たいミルクでも溶けるやつです。半分飲んじゃったね。うん、あのね、カレーもね、2回くらい作ってます。これとこれね、緑カレー。今日はバターチキンカレーを作りたいと思います。はい、今日使うのはサの素ですね。ご飯でもいいんですけど、ちょっと全粒粉のナンが食べたかったのでこれにしました。なんか簡単そうなんで、緑カレーも作っていこうかなと思います。はい、じゃあ玉ねぎを切っていく。キャンプのご飯結構サボってたから、久しぶりに作るような気がします。やっぱりね、簡単なもの、うわすごいよ、こっち見せますね。綺麗だ。まずはバターをひきます。半分入れます。よっ。これ炒めてさを小さじ2入れたら終わり。あ、それで牛乳入れて煮込んだら終わりだって。牛乳は 35ml で、簡単すぎない？
これよくよく考えたらさ、一緒に同じだからさ、両方いっちゃおう。両方入れたからバターも全部入れます。カレーの素さ小さじ2大体ですね。はい、小さじ2入れました。そしたら牛乳 35ml、 1人分ね、少ないよね。はい、できた。これで煮込んで終わりだよ。超早くないですか。具材を入れればもっとね、複雑な味になるし、シンプルだとこれだけ。はい、1品目できました。バターチキンカレーです。はい、じゃあ2品目いくよ。超簡単だね。はい、バターチキンカレーの緑バージョンもいきます。まあちょっと違うんだけどさ、書いてあるやつとは。でもまあ量は使い方は一緒なので、さを入れます。さの緑ですね。いい香り。この緑はなんだ、ほうれん草パウダーが入ってますね。これを小さじ2振りかけて、まあ水でもいいんですけど、こっちも牛乳で35でやろうと思います。ちょっとなんか塩気が欲しい気がするので、パッをかけたいと思います。パッとかける。で、辛くしたい人はファをかけてください。最初は普通に食べて途中でかけたりとか、まあ次回かけたりとか、材料変えるだけでも無限に楽しめていいなあ。忘れてましたね、水分。牛乳を入れます。見て、チョモキャンプの作ったのかわいいでしょ。シラカップごとに違うカレーをね、ちょっと作るっていう、この混ぜるだけでできるという革命的な、すごいよね。だって緑のカレーとかさ、自分じゃちょっとほうれん草をペーストするのはなかなか大変だからね。はい、できたなり。緑カレー、ほうれん草の緑カレー、ラッシーを作っていく。ラッシーは100に小さじ2。じゃあ200作って小さじ4入れたいと思います。はい、ラを入れます。先に飲んじゃおう。いただきます。おお、こんなさ、簡単にさ、エスニックパーティーできるの楽しくない？え、めっちゃうまいんだけど。浜松でエビ餃子を買ってきたので、このファをかけてちょっとカレー風味にしました。出来上がり。それではいただきます。うん、美味しい。ちゃんとカレーなんでしょうか。うん、美味しい。ちゃんとカレーですね。このナンと合わせるんだったら、もっとねキーマカレーとかの方がいいかもしれないですけど、作れるからね。でもこれもいいですね。
あ、おいしい。キャンプでもいいですけど、家でなんか玉ねぎとお肉だけあって、あ、じゃあ今日カレーにしようかなみたいな、スーパー行くのあれだしなみたいな、なんかカレー食べたい時にさっと作れて便利ですね。うん、これね、これ中辛か、さ、甘口が甘口は別であります。塩を足さなくても岩塩足さなくてもこれ大丈夫そうです。うん、おいしい。じゃあ次、緑カレーいただきます。うん、ほうれん草の味しますね。2種類あるとすごい楽しいです。うんうんうん、うまいうまい。具材は一緒ですけど、簡単に違う味ができるのは面白いですね。うん、じゃあファをかけたエビ餃子、もうちょっとかけよう。うん、急になんかインドに行けますね。塩気とマサラのちょっとあのカレーっぽい感じで、味変するのにすごくいいなと思います。まあこんな感じでね、キャンプでもお家でも簡単に インドが楽しめますので、皆さんもぜひ試してみてください。概要欄の方に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。じゃあゆっくり食べたいと思います。さあどうかな、いただきます。